チュニインター1153便富士着水事故とは2005年8月6日に同期が燃料切れにより地中海に富士着水した航空事故のことである。1153便の座席標この日、チュニインター1153便がチュニジアのジェルバ島のジェルバザルジス国際空港に向け乗員乗客39名を乗せイタリアのバーリ国際空港を離陸した。 離陸から数分後に第2エンジンが停止し、続けて第1エンジンも停止した。燃料計には1 8 0 0ラムの残量があると表示されておりエンジンの再始動を試みたが、失敗した。その時点で最も近いシチリア島のパレルモ国際空港まで8 0トルの距離があり、機体の降下率から到達できないことが判明したため、1153便は、 会場への不時着を行うことになった。機長は管制官に救助隊の出動を要請し、また発見を容易にするために、付近の漁船の近くに着水することにしてできるだけ生存率を上げる工夫をした上で、約時速2 5 0キロメートルの速度で着水させた。衝撃により機体は大きく全部、主翼部、後部に分解した。 すぐに救助隊などにより23名が救助されたが、16名が死亡した。事故調査は、イタリアの航空事故調査委員会、アンス部により行われた。当初は、事故機がバーリで給油を行っていたことから、燃料汚染や燃料供給系の異常が疑われたが、問題は見つからず、重要なブラックボックスは海底に沈んでおり、原因解明は困難を極めるかと思われた。 しかし、本来は、燃料満載で沈む、はずの機体主力部が、海上に浮いておりこれに生存者が捕まっていたことや、残骸の調査から、実際は、燃料タンクにほとんど燃料は入っていなかったことが、判明した。事故機は、事故前日に操縦室の燃料系の故障のため、整備が行われたが、その際に誤って ATR-72 用では、 なくし域である ATR-42 用の燃料計が装着されていた。この整備ミスにより、給油時に実際はタンクに燃料が 540kg しかないのにもかかわらず燃料計には 2700kg と表示されていた。前日より燃料残量が増えていたことから、機長が修理完了の確認のために燃料を入れたと勘違いした結果、百五十三便は、 燃料がほとんどないまま離陸することになった。こうして、巡航中に燃料がなくなりエンジンが停止した。しかし整備ミスで誤って取り付けられた燃料計は残量が 1800kg あると表示していることから、操縦士は燃料切れに気づかず、エンジンの再始動に関わりすぎた結果、滑空に必要な手順の実施を怠り滑空可能な距離が短くなった。 なお、事故機を製造した ATR 社はシミュレーターで検証した結果から燃料が切れた時点で滑空飛行の手順を実施すれば十分に最寄りの空港にたどり着くことが可能でありリスクの高い海上への不時着は避けられたとしたこの事故により操縦士や整備士らは起訴され2009年には機長は緊急時の対応に問題があったとしてイタリアの法廷で 近錮十0年の有罪判決を受けた。現代の航空機のほとんどは、主翼部が、燃料タンクになっている。アゲンジアナツヨナレ PER、LAC クレチェデルボーロ、フィナールアクシデントレポート、http コロンスラッシュスラッシュ www.ansv.it.p.35.2018 年9月閲覧。 ATR-72 用の燃料系の型番は TK-2500 であったが ATR-42 用のものは TK-2250 と似ており、また、景気パネルに互換性があり、同形状だったために整備医師は取り違いに気づいていなかった。本来は燃料補給を行った場合にはその旨を証明する伝票を発行し、正規の手順ではこの伝票を確認しなければ、 離陸はできない。だが、機長は、その確認を管制官に任せて離陸したエンジンが停止した場合、滑空に適したスピードに落とした上で、高化率を適正にし、またプロペラをフェザリングさせることによって、空気抵抗を減らし、滑空距離を伸ばすことができる。緊急措置の代わりに、祈って墜落パイロットに、有罪判決。MSN3K ニュース。 オリジナルの2009年3月29日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20090329073345/.http://saankei.jp.msn.com ワールドヨーロッパ090326 e-hawp0903261331006n1htm 以下はいずれも本事故とは燃料不足に陥った原因が異なるが燃料切れにより滑空した事故である。ありがとうございます。